チャオガーザルベラータの並木です。チャオチャオチャレンジ頑張ります。今日はご家族で作れる簡単な料理を紹介します。ブロッコリーとアンチョビのケルチパスタでオレキエッティというショートパスタを作っていくのと、余ったお野菜で作るミネストローネを紹介します。よろしくお願いします。パスタの方から材料を紹介していきます。セモリナ粉、ブロッコリー、ニンニク、アンチョビ、パン粉。じゃあケルチパスタの生地からこねていきます。お子さんと一緒にこねたら面白いかなって思います。セモリナ粉 100g、 オリーブオイルをやっと、お塩、お風呂のお湯よりもちょっと熱いかなってぐらいのお湯を、お湯はでも全部いっぺんに入れないようにして、ちょっと湿度によって結構変わってくるんで混ぜていきます。ある程度こう混ざったら手で混ぜていきます。こんな感じでまとまったらラップにくるんで冷蔵庫で休ませます。はい、じゃあミネストローネの材料を紹介していきます。必ず入れてほしいのは玉ねぎとセロリ、あとは人参もあった方がいいかなと思います。あとは家に残ってる野菜とかキャベツとか、まあきのこ、あとはしめじとマッシュルーム、ナス、ズッキーニとかもあると美味しいですね。あとはパプリカも入れていきます。あとはピーマンとベーコン、トマトの缶詰、今日はもう簡単なんでカットしてあるカットトマトの缶詰、ローリエをね、ローリエ、うちの庭で取れるローリエを入れた方が美味しいです。玉ねぎ半分ぐらいあれば、粗みじんな感じ。セロリ適当に、もう皮ごと入れちゃいましょう。じゃあこれをオイルで、ブロッコリーの芯をパスタの時使わないので、この芯はミネストローネに入れちゃいましょう。ちょっと野菜が炒まってきたので、ここにベーコンを入れて、はい、ベーコンも一緒に。ベーコンと、まあ、この人参とか玉ねぎとかセロリが炒まったら、野菜たちを入れていきます。いっぱい野菜が取れるんでね、栄養満点ですね。もうこんな風にもうガンガン炒めていっちゃいます。ここで一つポイントがあります。魔法の言葉をかけますよ。おいしくなーれこれでおいしくなりました。これでこれを食べると大きくなれます。入れます。これに水入れて、この缶についたトマトを洗い流しながらこの中に飛ばす。このうちの庭で採れたローリエを、塩も入れていきます。レバーでいいんですけど、大麦も入れていきます。なかったらショートパスタとか、まあ何も入れなくても。食べるスープになりますね。煮込むときに大麦も入れていきます。そしたら蓋をして煮込んでいきます。でこの寝かしたパスタ生地をパスタにしていきます。今日オレケッティというパスタを作るんですけど、オレケッティはまあミニタルみたいな意味のパスタで、南イタリアつかないよね。セモリナ粉を
っこにナイフを使って、ナイフを端っこに寄せておいて、周りをぐーっと、そしたらこれを離して人差し指に指先にこうやってます。そうするとこんな帽子になって可愛いねってことです。これは意外と難しくて、今日はもっと簡単な方法も、やり方としてはこれをただ親指で潰してクリン、子供にもできちゃう、楽しんじゃないですかね、インド遊びみたいに。作ったやつはくっついちゃうんで、森の子にまぶしておきましょう。多めに作っといて、まあ冷凍しちゃってもいいんで、冷凍して時間経つとちょっと硬くなっちゃって火が入りにくくなるんですけど、まあ早めに使った方がいいですね。じゃあパスタの上にかけるフォルマッジョリポーゲットといいまして、貧乏人のパン粉といわれるモンティーカットなんですけど、作っていこうと思います。まあ、フライパンにオイルをちょっと多めにやって、ちょっと温まってきたらパン粉を、炒めるっていうか、カリッとさせます。こんな感じでパン粉がきつね色になったら油を切ってあげて、とりあえずこんな感じでね、ここからパスタを仕上げてきますね。ニンニク、家でやんだったらニンニク捨てちゃったらもったいないじゃないですか。だったら刻んで一緒に食べちゃいます。あんまニンニク効かせたくはないんで、みじん切りにしてオリーブオイル、オイルとニンニクですね、香りを出してきます。パスタを茹でるお湯には塩をして、塩の場合っていうのはお吸い物よりもちょっとしょっぱいかなぐらいのお湯の塩加減ですね。パスタにちゃんと塩が決まってないと仕上がりがぼやけちゃうので、乾麺の時は特にそうなんですけど、パスタにちゃんと味が乗るようにしっかりと塩をしたお湯で茹でていきます。ニンニクが香りが出てきたかなってところで、アンチョビを刻んだものですね。アンチョビも香りを出して、ニンニクに火が入りすぎちゃうと、まあ、細かいニンニクなんで焦げ臭くなっちゃうんで、軽く色づいてきたらここでちょっと水分を白菜とかを入れて、これ以上火が入らないように止めちゃいます。ブロッコリー、適当にブロッコリーは刻んでおきます。ブロッコリーとパスタを一緒のお湯で茹でちゃった方が簡単なんですよね。鍋1個で使えるでしょう。で、今日手打ちパスタ作ったばっかりなんで、そんなに時間かかんないと思うんで、ブロッコリーから茹でていきます。ブロッコリーはくたくたに茹でちゃうんですね。食べるようじゃないんで、もうこれを崩してソースにするんで、もう芯まで柔らかくなるまで。でも茹ですぎると真っ黒になっちゃって色が悪くなっちゃうので、まあ、ちょうどいいぐらいに茹でるんですけど、じゃあこの辺でパスタも入れていきますね。じゃあまあブロッコリー柔らかくなったんで、このパスタとブロッコリー一緒に茹でちゃってるけど、ブロッコリーだけ救出します。救出完了です。ブロッコリーをガシガシと潰していきます。パスタと絡めて、こうやって味をして、こんな感じであえたら、仕上げにエクストラバージンオイル、オイルかけたら火にはかけない。ではお皿に盛り付けていきます。で、仕上げにこのフォルマッジョリポーベリをかけて、でパラパラっと、で出来上がりです。こちらでございます。こうこうしてるうちにミネストローネも煮込めたので、最後に
しようで、ラジオ整えて盛り付けていきます。ほんと具だくさんのお豆なんかも入れてますよね。仕上げに粉チーズとオリーブオイルを仕掛けて完成です。こんな感じでミネストローネとブロッコリーとアンチョビのオレケーティを作ってきました。いろんな食材、材料を使うんですけれども、まあ、余り野菜とかで作ったり、まあ、自分でアレンジ適当にして作っていけばいいかなって、どうぞやってみてください。カーザ・アルベラータの並木でした。シャオー。